ここからは空をリポート、空リポ、気象予報士の田中理央さんです。よろしくお願いします。お願いします。田中さん、はい、台風10号が鹿児島県にも今日上陸して大きな被害も、ね、出てますけれども、はい、やはり県内への影響心配ですね。そうですね、はい、まずは台風の最新の進路予想図から見ていきましょう。はい、現在台風10号は長崎県付近にありまして、九州の広い範囲が暴風域に入っています。で、今後は東寄りに進路を変えて来週の火曜日頃にかけて日本列島を横断していく見通しです。はい、相変わらずこの予報円が大きくなっていまして、うん、そうですね、はい、進路が定まっていない状況なんですが、台風が県内に接近する前から影響が出る可能性があるとして、新潟地方気象台はあさって土曜日から来月2日にかけて警報級の大雨になる可能性があるとしています。はい、昨日までは1日に最接近という予報でしたので、はい、昨日の予想よりも県内に近づくのが遅くなった形なんですかね。うん、はい、そうなんですよね。はい、日に日に接近が遅れる予想に変わっていまして、ただその分県内への影響が長引く可能性があり注意が必要です。はい、なぜこんなに台風の動きが遅いのかといいますと、こちら今日正午の実況天気図なんですが、日本の東には強い、勢力の強い高気圧が停滞していまして、この高気圧の壁がある状態になっているので、はい、台風がですね、これ以上東に進めないんですね。なるほど。で、また大陸にも見てみると高気圧がありますので北に行くこともできないんです。で、もし上空に流れる偏西風に捕まってくれれば、うん、一気にこう速度を上げて東へ離れていくんですけれども、まあ、ご覧のように偏西風もだいぶ北を流れていますので、この偏西風に乗ることもできず台風の動きが遅くなっています。なるほど。まあ、動きが遅いと、ね、影響が出る期間というのが長引きますので、うん、はい、やはり注意が必要になりますよね。はい、そうですね。はい、今後もですね、また予想が変わる可能性もありますので、こまめに最新の情報を確認するようにしてください。はい、さて、明日の県内も台風の影響ですっきりしない天気となりそうです。明日午前9時の予想天気図を見ていきましょう。明日も日本海に伸びる前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでくるでしょう。県内は朝から雲の多い天気となり雨の降るところもありそうです。はい、では明日の天気の移り変わりを見ていきます。こちらが明日の朝6時の予想です。朝から各地雲に覆われまして、ところどころで雨が降るでしょう。うん、動かしていきますと、日中も雨雲がかかりやすく、ざっと雨足の強まるところもあるでしょう。はい、で、夜もですね、山沿いですとか、あとは佐渡を中心に、あちらこちらで雨となりそうです。ただ日中は今日よりも暑さが増しそうですから、熱中症にも注意をしてください。はい、